こんにちは、大津タイルです。今日は VR チャットのゲームワールド紹介、初心者の方にもおすすめのワールドを3つご紹介します。さあ、1つ目のゲームはこちら、スマッシュコンテスト。ルールはとっても簡単。まずは制限時間内、めいっぱいサンドバッグを攻撃します。最後の一撃でバットでスマッシュ、サンドバッグの飛距離を競うゲームです。このゲーム、一つだけ注意点があります。プレイする前に身の回りでぶつかるものがないかをよく確認してください。そうしないとこのようにコントローラーが壊れてしまう可能性があるんです。プレイするときはみんな気をつけてね。さあ、始めるぞ。ほら、うん、ほら、ああ、なんで、なんでうちにはこんなにいっぱい昆虫がいるんだよ。いい音する、いい音する。ほら、ほら、ほら、はがいじめにしてやろうか。やばい、待て待て、バット、バットどこ、バットどこ、バットどこ、あー、たたたたたた、あれ、まさかの叩くのに集中しすぎてバットの場所を見失うという、記録は 14.55m。 まあまあいい結果なんじゃないでしょうか。さあ、マウイさんの番、どうなる。あ、すごい。あ、マウイさんはあれですね、細かく打つタイプね。はいはいはい、いいですよ。まるでボクサーが練習しているようだ。お、バットを探して、バットを探して。さあ、どんなスマッシュが出る。すっごい遠くまで投げた。どこまで行くんだ。なんか他のいろんな木とかも飛んでる。どんだけストレス溜まってんねん。記録は 664.48m。 マウイさん、あなたそんなにストレス溜まってるんですか。いや、もう溜まりまくりでしょ。痛い痛い痛い。ちょ、あら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 、ちょっと倒れすぎじゃないか。おいおいおい、倒れすぎだ。あ、ファイブ、ファイブ、バット、バット、いきます。おら、どうどう、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。453.94m。 完敗です。悔しい。なんで、2つ目のワールドはアックスクラブスローイングです。ルールは簡単、ざっくり言うとダーツの斧版です。この斧を10回投げて刺さった点数の合計得点を競います。1球目。ほっ！あー！めっちゃいいとこに当たったのに！ちゃんと刺せないといけないんですね。ダーツと同じで。この斧の先が刺さるように、2投目。ほっ！私センスないかもしれない。よし、ラスト。パッ！嘘でしょ。大津田の点数0点です。かっこいいところ見せてください。ということで、とっても楽しいけどめちゃくちゃいい運動になりますね。ね、私ももう左腕パンパンです。
最後のワールドは恩恵不当にやってきました。このワールドで何をするかというと、実はこのワールド釣りができちゃうんです。ということで今夜の晩御飯の魚とったるどのどかですないいですな。なんか仕事を忘れられるわ仕事中なのに。確かにこの絶妙な揺らぎがいいですよね。本当の海辺にいるみたいで。あ、来た来た来た。お、わあ、黒い影がある。おーおー釣れたー。おい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 わあ、怖い怖い。近い近い、すごーい。マウイディ、もはやカメラ動かしてるのだけは分かりますが、ゴムみたいな感じになってます。アボカドの背中が物悲しそうな憂いを得ています。おぉ、眠い。あ、来た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 。すごい、めっちゃ引いてるめっちゃ引いてる。え、何これ。あ、ちっちゃ、クマノミだ。クマノミだー、かわいい。すごいいいなあ。私全然来ないお魚。いや、嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。ちょ、自慢してくんだし超嬉しそう。いろんなワールドで遊んでみてね。私、血は悔しいのでもう一回釣りに行ってきます。